く休みます。そんな感じで、ではおやすみなさい。さあおはようございますってことでね、見事にやらかしましたね。まあね、時刻が7時19分ってことでね、いやー完全に寝坊ですね。いやあっちまったな。もうこの時間だとね、あっちの保育電車もう終わっちゃってるらしくて、早くも、次の電車が18時とか、らしいんですね。もう全く無理ですね。ノーチャンスですね。で歩いていこうかなと思ったらね、なんとねこの雨なんですね。もう踏んだり蹴ったりですね。歩いたら40分かかるらしいんで、さすがに雨の中片道40分ね、歩き続けることもできないんで、これはちょっと厳しいかもな。とりあえずね、宇部新川駅までねは歩きますけど、とりあえずちょっとカメラはねもう回せないかな、雨なんでね、っていう感じです。とりあえず、駅まで、ちょっと小走りで、雨避けながらって言っても、あちょっと止んできた。今さっきザーッと降っとったんでね、ちょっと天気的には降ったり止んだりになりそうですってね、ちょっととりあえず今行きそうな間に行っちゃいます。雨よかった、ちょっと止んできた。あこの後の天気はどうなるかなんですよね。片道40分で、片道40分歩いて、で帰りはバスかなんかないかな。さすがに本当に電車でしか行けないような場所ではなさそうなんですけどね。いやーもう起きたしでしたね、ダメでしたね。疲れてたんでしょうね、完全に。寝落ちでしたね。向こうで行ったらいらっしゃるけど、こっちから行こうかな。あるんだ。ちなみにバカッと寝とったんで、もう12時間コースになりましたね。2900円と、でも12時間で3000円切るのはありがたいですね、これがね、あの4000円とかになってくると、ね、ビジネスホテルでよかったやんけって話になっちゃうんでね。これさっき朝と一緒の方か。ちょっとルート変えてこっちから行こうか。時代ってもう空いてるところあるんですね。
面白いスペースですねこれ。へえ、あ、こういうスペースなんや。あ、ライトがちょっとでっかなるほどな。水産会社さんの中ですね。あ、あと例のラーメン屋行こうとしてたんですけど、実はねちょうどこの雨がね出かけようかなぐらいから降り始めまして、でもうでどんな感じかなと思ってね、天気予報レーダーマップ見てみたら、まあ全然あかんわっていうぐらい、そこから土砂降りですって真っ赤なねレーダーが出てましたもんで、これは無理だと、で諦めて、あの近くにあったねトライアルでとりあえずちょっと晩酌買って、ひとまず対応しましたね。これホテルなんや、よくホテル、休館だ。うわ、降ってきた。今日は多分ずっとこんな天気なのかな。うどん屋さんもやってんだ。
て、この方面が3時もうすぐだ。さあ、モテるわ。あ、すいません、はい、帰っていいですか？ありがとうございます。これは宇部線経由、これじゃダメなのか。あ、今出てたやつか、あれだったのかな。次は線が薄くてるから、低いしね、知らん、絶望的じゃ。とりあえずこれ乗っときゃいいか。よし、宇部方面やで、これでいいな。よし。